ダイエットもエクササイズもなしで私が1週間でお腹をへこませた方法。あなたにもクローゼットの奥にちょっと小さいんだけどいつかきっと痩せて着こなしてみせると誓ったあのタイトなドレスがあったりしますか？私もあります、そのドレス。それを着るための最大の難関は文字通り私のお腹なので、私はそれをどうにかすることにしました。私は極度のダイエットやジムで何時間も過ごすことをせずにちょうど1週間でお腹をへこませました。私の秘密を知りたいですか？ではお見せしましょう。まずこのチャンネル登録のボタンをクリックをしていただけると光栄です。ブライトサイドは毎日このようにためになるビデオをたくさん投稿していますので、通知のベルも押してくださいね。そうすれば何も見逃すことはないですよ。まずはこの実験を決めたきっかけからお話ししますね。決めたと言いましたが実はちょっと違うんです。実はある日大好きだった彼からデートに誘われてパニックになっただけなんです。ウエストを細くしたくても1週間しかありませんでした。でもそのことだけがきっかけではありません。私はその頃ちょっとぽっちゃりしていて自分の動きが鈍いような気がしてそのことを気にしていました。私は美しい外見が欲しかっただけでなく生活自体を気持ちよく過ごしたいとも思っていました。まず私はいくつかのリサーチを始めました。そして脂肪だけがウエストが太くなる原因ではないことが分かりびっくりしました。最近前までちゃんと着ることのできた服がきつくなったと感じたらそれは誇張と体内の水分の重さの結果の可能性が高いみたいですよ。なんだか私と同じ状況だなと思ったので達成したい目標リストを作りました。誇張をなくす、過剰な水分補充を減らす、食生活とライフスタイルを考え直す。1、私が誇張を減らすために試したこと。まず誇張は間違いなく脂肪ではありません。お腹の中にたまり胃をきつく感じさせ大きく膨張させる空気またはガスです。それが誇張だったということを確認した後、私がやってみたのはこちら。指圧が誇張にすごく効くと分かったので試してみました。やり方は次の2つです。最初に圧力をかける位置はおへその上に約指4本ほどのところで見つけることができます。私は時計回りと反時計回りの両方の動きを使ってこの場所を3分間マッサージしました。それは見事に胃の痙攣を和らげガスの生成を防ぎました。もう一つの位置はおへその下に指4本のところです。再び私はこの場所に3分間の時計回りと反時計回りの円形マッサージをしました。それは腸を刺激し胃の重みを取り除くはずです。結構効きますよ。より多くの生姜を消費することも胡腸を減らすもう一つのコツです。お茶のようにして飲んだりそのまま食べたりすることもできますよね。ジンジャーティーを準備するために約 85g の生姜の皮を剥き小さい角切りにしティーポットに入れます。そして約 700cc の水を加えて沸騰させその後冷えるのを待ちます。そしてレモンジュースを絞り小さじ半分の蜂蜜を入れてかき混ぜます。それだけです。この飲み物は胡腸を取り除くのに役立っただけではなく本当に美味しかったですよ。単に食事の前に小さじ1杯のすり生姜を食べることもできます。やってみたのですが少し辛すぎたのであまり好きにはなれませんでした。私は後になって生姜を料理に振りかけてみることもできたのにと気づきました。まあそんなこともありますよね。今後はその方法を試してみます。最後に指圧と生姜のレシピと一緒に水やスムージーにウコン粉末を加えてみました。それにペパーミントティーを飲む量も増やしました。両方とも嫌な胡腸を和らげるのにすごく効果的なんですよ。2、水分の重量の減らし方。胡腸したお腹の調子を制御するということは単に作戦の半分でしかありませんでした。さらに体内に蓄積していた余分な水分を排出する必要もありました。少なくとも私の研究に基づくとそれは専門家が推薦することでした。このいわゆる体液うったいを取り除くために私がやったことはまさにこれです。塩分摂取量をかなり減らしました。それは塩に含まれるナトリウムは体がより多くの水分を保持する原因になるということを読んだからです。これで実験が始まる前に私が感じていたぽっちゃりという気分の説明がつきました。私はさらにカリウムが豊富な食べ物をもっと摂るようにしました。カリウムは体内のナトリウムの濃度を減らすことにより水分を取り除く作用があるのです。それはまたトイレに行く回数を増やすので
より多くの余分な水が体から排出されるようになります。そんなわけで、トマト、バナナ、ほうれん草、アボカド、ビーツ、ココナッツ水とベストフレンドになりました。私はまたタンポポのティーも数回試してみました。このハーブは天然の利尿薬であり、カリウムと同様に体内の尿生成を活性化させます。本当に効きます。だけど試してみると決めた場合は、トイレにたくさん通う準備をしておいてくださいね。一般的にインスリン値の上昇を促すと言われているので、私は炭水化物も減らそうとしました。インスリンは体により多くのナトリウムを保持させます。あなたはすでにそれが何を意味するか知っていますよね。そうです、水分量保持の増加です。ですから私は加工された砂糖や他の甘味料、さらにあらゆる種類のデザート、チョコレート、調整された穀物を減らしました。これは確かに実験で最も難しいことの一つでした。でも正直言って、厳しい食事制限ではないので、ダイエットしているような気にはなりませんでした。最後に、水分の重量を減らすことの一番の助けとなるのは水です。驚きましたか？そうですよね。でも本当なんですよ。より多くの水を飲むほど体内の水分が少なくなります。 3. 自分のライフスタイルの変化と食事の見つめ直し。私はこの実験を始める前に、とりわけひどい食生活を送っていたわけではありませんが、変えるべきものはありました。まず炭水化物をタンパク質に置き換えました。お腹が減りすぎたりイライラを感じたりはしませんでしたよ。現実に私は体が軽く感じてエネルギーがいっぱいでした。ナッツ、魚、乳製品、そして肉そのものはジャンクフードやデザートよりとっても美味しいと気づきました。次に1回ごとに食べる量を減らしましたが、1日を通してより頻繁に食べました。量の多い3回の食事の代わりに6回の軽めでお腹に十分な量の食事をとりました。またソーダと他の甘い飲み物をやめました。まさかと思うでしょうが、炭酸飲料は胡蝶を起こさせガスを増大させます。私は店で買った砂糖系のものを完全にやめ、自宅で美味しい、そして脂肪を燃焼させる飲み物を作りました。私の好きなレシピは以下の通りです。爽やかで痩せるのに効果的な柑橘飲料の作り方は、半カップのザクロ、半カップのグレープフルーツ、一つまみの塩、蜂蜜小さじ1杯をミキサーにかけます。それだけです。満喫してください。とっても美味しかったですよ。ココナッツウォータードリンクを作るには、パイナップルを4分の1カップ、ココナッツウォーターを1カップ、フェンネルの種子を小さじ半分、そして少々の黒塩を用意してください。そしてまた、すべて一緒にミキサーにかけてください。それだけです。私は氷の上に注いで飲んでみたので、ぜひ試してみてくださいね。こちらのセロリのカクテルも簡単に作ることができます。セロリを2分の1カップ、水を1カップ、リンゴ酢を小さじ半分、それと黒胡椒1つまみが必要です。セロリと水をミキサーにかけた後、ガラスのコップに注ぎ、酢と醤油を加えてかき混ぜて飲むだけです。ライフスタイルを変更するのは当然のことです。エレベーターの代わりに階段を利用してください。入り口の近くに駐車する代わりに、遠くに停めて歩くようにしてください。夕方にテレビの前に座るのではなく、短い15から30分の散歩に行くのもいいですね。基本的に少しでも動く機会があったら、私はそれを実行しました。わかりますか？ジムの会員になる必要はありません。私は胡蝶のための特定のエクササイズを一つだけトライしました。そしてそれはストマックバキュームと呼ばれています。それは聞こえるほど恐ろしいものではありません。やり方は四つん這いになって、腹筋をリラックスさせながら深く息を吸い、その後吐き出す時に腹の筋肉を締め、20から30秒間それを保持するだけです。私は1日に5分しかやらなかったのに、1週間以内に大きな違いが見られました。最後に何と言えばいいでしょう。結構聞きました。あのタイトなドレスはこれまで以上に私にフィットしましたよ。そうそう、憧れの彼からは多くの賛辞をもらいました。その後、そもそも1週間の実験として始めたことなのに、結果的に長期にわたる生活改善につながりました。もっと重要なことに、私はルックスだけではなく体調がはるかに良くなったように感じます。ですので、あなたが胡蝶、過剰体重、または単に体力の低下を感じているのであれば、このようなライフスタイルの変更をしてみてはいかがですか？
あなたには1週間でドレスのサイズを小さくするための独自の方法がありますか？下のコメント欄にあなたの秘密をシェアしてください。このビデオがあなたの助けになったのであれば、高評価ボタンをクリックしてお友達にも教えてあげてください。幸せで健康にブライトサイドで過ごしましょう。